どうも。今日もゆうゆうの山に来てます。でここがですね、前回から引き続き、このゆうゆうが、このエリアをキャンプ場じゃなくて、畑にするっていうことで、でちょっとそれの手伝いに来ていまして、で最初ちょっとドローンの映像で見てもらって分かると思うんですけど、これもうめちゃくちゃ広くてですね、ちょっとシリーズ化せざるを得なかったと。でまあゆうゆうはこれからね、はい、キャンプ場じゃなくてキャンプ場ばっかり出てますあの畑を頑張るっていうことで、ちょっとその手伝いをするということで今日も来ました。で今日はですね、前回、見ていただいた方だったらちょっと分かると思うんですけど、ここがですね、段々になってて4段5段ぐらい上まであって、さらにそこから山みたいな感じになってる、ここが1段目なんですよ。で、前回ここの1段目をきれいにして、で次2段目に行こうっていうふうに、計画してたんですけど、そもそもそこがですね、やぶで上がってかれなかったと。今回は橋を渡って車止める駐車場までの道をまずきれいにした後に、前回きれいにした広場のちょっと奥の、段々になってるスペースを借ります。でその後笹のエリアをちょっと粉砕して、最後坂の邪魔な木を切っちゃいたいと思います。それが終われば上の段の畑予定地まで車が入れるんじゃないかなと、ということで、やっていきたいと思います。いやーゆうゆう、ここいいキャンプ場じゃん。キャンプする気満々です。ちなみに何を作るんですか、畑は。大豆やろうかな。あ、大豆。大豆。お、すごい。全面。まあ、半々ぐらい。半々。おー、いいね。それ楽しみだね。まあ、ここが、その畑やるにしろね、やっぱここも通ってくる必要があるから、ちょっと、まずはこういう木を切って、こっちもですね。こっちもちょっと切れば、だいぶ綺麗になるんじゃないかな。はい。入ってきやすくなるし、うん。で、こういうのも切っちゃっていいと。はい。こういうのもね。じゃあ、まず、ここから行って、はい。俺じゃあこれ切るんで、ゆうゆうにこういう細かい、こういうやつをちょっとやってってもらおうかなと思います。はい。で、今回の装備はまあこんな感じです。ちょっと今回はガチ作業が多いんで、このミルウォーキーの最近お気に入りのこういったチェーンソーとか、こういうものも持ってきました。なので今回はミルウォーキー率がちょっと高いですが、メインは同じくマキタで、シュレッダーブレードとか、こういったスプリットモーターですね。これ駆使してやっていきたいと思います。で、まずちょっとこのシュレッダーブレード研ぎます。前回ゆうゆうにこっちを使ってもらったんだよね、はい、これやっぱ負荷かけるとやっぱ止まる、攻めすぎると止まっちゃうっつーことだったんで、今回はまずこのミルウォーキーの、こっち、18V なんだけど、これ、12V か、12V の、うん、これちょっとじゃあ先に使ってってもらいたいと思います、はい、で使い方なんだけど、うん、それ でカバー取ってもらって、であと一緒だね、うん、そこロック解除しながら、そうで、もう回せばで握ると、そうって感じで、で両手でやるときここに入れればキックバックしても、うん、左手のところは守られてるから、うん、それでやってもらえれば、はい、でこれと違うのがここに、スパイクがついてるから引っ掛けてグーって切れるんだよ。当てられない。そう、こんな感じで結構負荷かけてもこれ大丈夫なんだよ。あ、そう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 、そんな感じで爪で引っ掛けて、なんかそこを中心にみたいな。おお。おお、いいね。こりゃ大変だぞ。
これもね、マジやべえから。この辺行きたいし。これやばくない？止まんねえから本当に恐怖を覚える。でもガードとかついてるからついてるけど、これはやばいってさすがに。いやこの太さ、いやどうすか。でもこれ、いやこれちょっと重いかな。重いっすか。重いし、なんかちょっと押すのもここが太いっすよ。ああ、そうなんだよ。太いんだよ。俺の手が小さいせいか。いや、アメリカンだからさ。ちょっと押すのが大変。そう。威力はね、あれなんだけど。あ、そうそうそう。あ、そうそう、マジでそう。あ、完璧じゃないですか。あ、わかった、なんか。あ、なんとなく。ああ、さすが。ぐいぐい行くみたいな。
音がやべえ音がやべえ。しかも12ボルトだからね、それ12ボルトね、うん、これおお、完璧じゃないですか。あー、なるほど、分かった、うん、なんかさっき見てやっと分かったよ。おこの前 気がつかなかったんだけどさ、男編集してて男ってこれ何なの、これもらって、あ、マジで、うん、男前豆腐店、え、本当？男前豆腐店って書いてある。まだ1個しか減ってねえ。これ見て、なんか土管出てきた。あ、どうしよう、次じゃあここ頼む、この木を。これじゃあこっち行こう。やり慣れてるやつ、はい、あー全然違う、あ違う、すぐ止まっちゃう、あ止まっちゃう、うん、あそうなのよ。こっちしかも18だから、ね、やっぱこれぐらいの枝だったら、あそう、やっぱ細い枝用でちょっと重いかもしんねえけど、ちょっと気合い入れるときに、確かにやっぱ止まる、止まっちゃう、今さっきの感じでやったら止まっちゃう。あマジか、やっぱ違うんですよ。
本当に電動しか使ってねえからね、今んとこ。1時間でまあ、こんなところですね。じゃあ飯にしますか。はい。どんどん減っちゃう。いただきます。今日もカップラーメンだけど、いや助かります。いや今日暑い。暑い。なんかそれ失敗した。いやマジで豆腐とは思わなかった。豆腐って書いてあるもんね。何のやつ。あ、あるわ。え、あ、ほんとだ、ロゴ一緒。何それ。いや、全然してる。京都だ。これの何のつなぎなんだろう。あ、作業着じゃないの。豆腐店の豆腐の、あのさ、ああ普通作る人が、そうそうそう、この男前豆腐店のリンク、あの概要欄に貼っときます。へえ、ご飯にしてやる。あ、コップとかある。コップない。あ、ねえか。あればこれ。みんな、あ、ある。ちょっといただくわ。手洗ってもらう。どうぞどうぞ。あ、そこで乾いた。うん、これ大好きだもん。前回もむせてむせて。大豆って俺育て方知らねえんだけどさ、普通に耕して、耕して多分巻きゃ。あ、ゆうゆうもまだ分かんない。これからか、うん、をやりながらトライアンドエラー。どうする、あのあと一歩で収穫って時にさ、食べられ、さっき獣道でいっぱいあったじゃん。食べられちゃいそう。電気柵みたいなのいるかも、うん。ピカグリルじゃん。すげえ。あ、しかも498じゃん。え、ちょっと開封動画して。ゆうゆう、ここやっぱキャンプ場にする気じゃん。ね、これでもマジで手切れるからね。パパが手切れたんだよ。そうだな。なんか似てえな。あ、そこに引っ掛けんだ。そう。あ、いいね。あれもついてた。あ、スピットもついてんだ。あ、超いいじゃんこれ。いつ届いただ。昨日。あ、昨日届いたんだ。超タイミングいいじゃん。これでゴミ取るんだよ。そう。すごいね。これスイスだよね、ピコグリル。そう、確かスイスだった気がする。これだ、スイス。あ、メドインスイスランド。やっぱキャンプ場かな。怒られちゃう。こいつしつけえなっつって。いやでも大豆といえば、大豆といえば豆腐じゃん、ゆう。あ、豆腐。そうじゃん。そういう布石だった。そういうこと。お前豆腐やつげってことかな。そういうこと。そういうこと。導かれて。やべえじゃん、もうじゃあ大豆、豆腐店最高の大豆作るしかねえよ。もうこれ千と千尋の冒頭のところじゃん。この車は四駆だぞ。だ、川あるの。あ、でもすげえ、水めっちゃ綺麗じゃん。そうだよ、これマジでブッシュクラフトできる。その辺でさ、そこに野営できるじゃん。ハンモックとか吊るせそうだし、木もねえしね。うわ、マジこれ。力あんこ。
いやこれさちょっとごめん、俺半分冗談でキャンプ場って言ってたけどさ、あの上登ったらマジキャンプ場なんだけど引っかかってる。あ、沈んだ。じゃあ午後の部行きますか。お願いします。ちょっとこの坂の前にあのすすけエリアをじゃあやるということで、ちょっとゆうゆうにまたあの前回のスプリットタクスは、はい、ちょっと組み立ててもらうんで、うん、そう、それとそれですね、これをねこうやっといて、うん、あ、そうそうそう、下まで、ん、そう、あ、そう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 、さすが、さすが男前豆腐継承者で、これ、はい、バッテリーをねどうしよう、うん、よし、倒し方分かったわ。横に払って寝てるとこバーやれば。いや、ゆうゆうもありがとうございました。すげえ綺麗になった。ようやくこれであの坂に行ける準備が。いやでも今日結構やったぞ今のとこ。すげえ綺麗な。そう。格好がね。ひどくなった。入り口からこう来てのそう、あの軽トラのちょっと後ろなんだけど、こう来てここにゆうゆうやってもらって。あの丘の上行きますか。こうやって歩いてみると急だね。立ちはだかってるよやべえ、この辺もあるのか。じゃあちょっとここで一回
こんなもんかい。来ましたね。来ました。ついに来た。なんかある。うわ、なんかこれ水来てたんかな、うん、あ、なんかあるぞ。あ、なんかちょっと、あ、本当だ。あ、あるある。あ、川がある。あるすげえ、こっから来てるじゃん。多分田んぼだったね。あ、田んぼ。すごいすごい、すげえ。ちょっと片付ける必要はあるけども、さっきさ、そこ掘れてたの、あー、水路かな。上から来てるね。すげえ、水源がある。すごいすごい、鉄腕ダッシュじゃん。どっかから水引けるんだ。いいね。ちょっとあの、落ち着いたらまた水源を探しに行きましょう。もうやることだね。最初はゆうゆう何回ぐらいで終わるって言ってたっけ。 3、4回ぐらいや終わるって。もうとてもじゃなかったねこれは。でもここに車がやっと入ってこれるようになったんで、いや、よくやったよねこれ。ありがとうございます。いや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 、電動でここまで来たからね。ちょっとじゃあこれで車もっちに行ってみますか。はい。いや、ついに来たよ。すごいねこれは。よく行ったと思うわ今日。天国急だ、急だね。地面が来ちゃう。あ、そうだね。ちょっと余裕持って。あ、でもいいね。わ、すごい。マジか。取れる。おお、落ちた。あ、大丈夫大丈夫。そっち気をつけて。おお、来た来た。こんなか。あ、そっ、あ、これ前行ってケツから突っ込める。これもういいよ、もう前まで行っちゃって。もうちょい行く。オッケー。いや、お疲れ様でした。すごい。ちょっと待って。入ってくれた。いや、感慨深い。はい、ということで、ゆいゆお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はどうでしたか。いや、今日はちょっとハードでしたね。疲れちゃった。疲れた。しかも結構夕方になっちゃったんで、お疲れ様でした。で、今日もあの前回と同じく電動の、こういった工具だけでここまで切り開くことができたと。で、目標だったあ、この上の段に車をこう上げることができたんで、次からここを拠点に、これどうします、これ。ちょっと徐々にやっていこうと思うんで、次回はこのススキジャングルを買ってちょっと小屋まで行けたらいいなとは思うんですけど、ちょっと何が起こるかわからないんで、ぼちぼち進めていきたいと思います。はい、ということで、今回は上の段まで、来てみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。おまけで兵隊じゃん。これ何これ。やばいやばい。めくれてる。めくれとる。あ、いいねいいね。どんどんやってる。あ、ちなみにあのここでグイッと やると。
あ、終わった。あ、終わったわ。下まで来たな。これ恐ろしいな。ちょっとミルウォーキーちょっと怖いもん使ってて、でこの飛ばなかったのはそもそもまだへばりついてたりね、あの草刈り終わってないとこだから。そうですね、あの逆に分かりやすくなったというか、うん、次回またじゃあやりますか。はい、お願いします。